様、第1部の演奏はいかがでしたでしょうか。第2部では、定期演奏会で毎年恒例となっている交響曲、全楽章をお届けいたします。今年お送りする曲は、アレクサンドル・ゴルギン作曲、交響曲第2番です。重厚感と疾走感がある優勝な曲調から、ロシアの作曲家らしい、ゴルギンの個性が特に伝わる第1楽章。ロシアの民族性と他の楽章とは違うおどけた感じなのか、心地よい旋律が春を感じさせ、穏やかに響き渡る第2楽章。舞踏会で踊るイメージで作られ、歌うように滑らかな第3楽章。今までの楽章とは打って変わった、華やかなお祭りを連想させる第4楽章。去年から私たちの演奏をご指導くださっている田中先生と共に、約9ヶ月間取り組んできた曲です。1年間の集大成となるこの交響曲を、この代の全てをかけた演奏でお届けいたします。指揮は田中仁先生です。それではどうぞ。
Thank you.